こんにちは、トリカラチャンネルです。今回のヤモリくんはいつもと様子が違いますね。今までの動画ではほとんどいつもこんな感じの退職ところが、今回はかなり白っぽいですね。もう一回比べてみましょう。こっちは濃ゆいバージョン。そして薄いバージョン。うむ、どっちも可愛い。この子がここまで白っぽくなることは珍しいです。特に飼育環境は変えていませんが、何か会食を決定する要素がいろいろとあるのでしょうね。再生した尻尾もちゃんと色を変えてます。ヤモリの再生能力やっぱりすげえ。お、リハビリ運動やりたいのかな。そうかそうか、前向きで素晴らしい。それじゃこっちに来てください。やる気に満ち溢れてるな。手のひらに乗せたら警戒して体色変化するかと思ったけど、白っぽいまんまですね。